どうすれば周りの自分の思っていることが伝わりますか伝え方が悪いのか何もかもがわかりません。思っていることをうまく言語化できないけどどうすればいいですかっていう質問だと捉えて返事をいたします。僕も 僕自身が今こうやって質問に対して自分が考えていることをこう言葉にして投げかけています。でも、ああ、もっとなんか短くこうやって伝えられたらなとか、もっと わかりやすい表現ができたらなとかっていうのは毎回感じますでそこのスキルアップもしなきゃいけないんですけども単純にこう何か思いが伝わらない時ってテキスト化した方がいいです文字にしてみてこの言葉って人に伝える時に伝わる言葉なんだろうかとかこの順番でいいんだろうかっていうのをテキスト化することで可視化して客観的に見れていやこの文章って誰もあの目を通して くれるようなな文章になってないよねってなったらやっぱり書き直すべきだしでその書き直した文章は分かりやすい端的な文章になってるはずなのでそれを自分の口で言えるようになると。 自分の考えてているるることとががストトレートに伝わるような言葉が出てくると思いますやっぱり自分が思ってるこのハートの部分をこうなんかテレパシー的に受け取るってことはやっぱりその能力を持ってる人が僕はいないと思っているのでやっぱり言語化するってことが大切だしテキスト化してみて言語化するってとこにつなげた方がいいんじゃないかなと思います。